今回はこちらの企画、バサジー大分選手直伝フットサルクリニック。バサジー大分の選手がフットサルやサッカーで使えるテクニックを紹介します。今回はこの人。皆さんこんにちは、背番号7番原田光平です。今日は得意なルーレットを紹介したいと思います。まずはこちらをご覧ください。原田選手といえば光平ルーレット、 F リーグの歴史の中でもその名を轟かせてきた技なんです。まずは前に仕掛ける仕草をします。でボールを少し前に出します。前に出したと同時に引いてターンしてシュート、前に仕掛けて出す、引く、ターンでシュート。ディフェンスを置いた場合このような動きになります。ポイントはターンする前の足の動き。一度縦にボールを出し相手の重心を動かします。そこで足をつかずにボールを引き、相手が戻りきる前に横へターンしシュート。ボールなんですが前に出した後ここで止めてターンをしてしまうと相手ディフェンダーにぶつかってしまうので、前に出した後必ず引いてターンするというのがポイントです。一方こちら原田選手のゴール、おそらく相手は原田選手のルーレットを警戒している中、ボールを縦に出す段階でそのまま抜き去りシュート。大きな武器を持つことで他の選択肢がより効果的にもなりますよね。今日はルーレットを紹介しました。ぜひ皆さんもフットサルやサッカーでも使えると思いますので挑戦してみてください。そして本日バサジー大分が1時からリーコンプラザで試合があります。皆さん応援よろしくお願いします。もしその試合に出場したら僕も300試合なので、記念すべき、試合になると思いますので、皆さんぜひ会場に足を運んで応援よろしくお願いします。お願いします。本日1時より別府ビーコンプラザでホームゲーム開催。原田選手の300試合そして公平ルーレットが見られるか、どうぞご期待ください。ここでお知らせです。バサジー大分下部組織アンダー18アンダー15セレクション開催、ご覧の日程で行われます。詳細はバサジー大分ホームページをご覧ください。